まさの山本です。いつもお聞きしたいと思います。今日関東地方が梅雨明けとなりましたが、長くは天候不良が長く続きました。米や野菜の生育状況を懸念されるところですが、関東地方として現在の状況についてどのように見ていらっしゃいますか。はい。やっと梅雨明けになりまして、本格的な夏が今回といいますかね、全国的にですね、気温の低い日が続いて日照不足となっておりました。特に東北南部から関東以西におきまして、7月前半から気温が例年よりも低くですね、日照時間も少ない日が続いておりましたけれども、先週半ば頃から気温や日照が回復をしているというところでも、野菜につきましては、日照不足による生育の遅延等で価格の上昇が見られておりました。キュウリあるいはトマトなどですね、この天候の回復に伴って出荷量が増加をしておりまして、価格は平年並みに戻りつつあります。でこうした状況を踏まえながら、7月26日に発表いたしました野菜の生育状況及び価格見通しいまして、主要野菜の生育状況や価格はですね、おおむね平年並みで推移する見込みと公表をいたしたところでもございます。また水筒につきましては、6月までの気象条件が良好であったことから、現時点での生育はですね、おおむね順調と認識をいたしております。しかしながら、先日の台風6号など災害の発生しやすい時期でもございますので、引き続き野菜水筒の生育や価格の動向を注視をしていかなければなりません。必要な指導ですとか、消費者に対する適切正確な情報発信を今後も行ってまいりたいと思います。では各社お願いします。農業新聞の吉田と申します。私から1点、トンポレラについてお伺いします。24日には新たにその三重県でも発生が確認されました。愛知、岐阜について発生県が3県に増えた状況をどう受け止めていらっしゃいますか。また今後どう対応していきますか。はい、今月の22日に三重県いなべ市の農場、26日に岐阜県恵那市の農場から飼料豚が死亡したとの通報がありまして、精密検査を行った結果、それぞれ24日および27日にですね、32例目および33例目のトンポレラ感染が確認をされました。で、三重県および岐阜県の発生農場はいずれにおいても、10キロ圏内に陽性の野生イノシシが確認をされておりましたことから、監視下に置き、毎日の報告を義務付けていたところでも、岐阜、愛知に続きまして三重県で発生したことを大変私自身も重く受け止めております。で、当該3県に加えてですね、近隣の6県に対しまして、養豚農場の速やかな巡回指導及び指導結果の報告を指示をしたところでございまして、使用衛生管理基準の遵守徹底にですね、努めてまいりたいと思っております。長野県も含めてですね、近隣の県等々に対しましては防護策、さらにはこれからもですね、経口ワクチンどのように散布をしていくかも含めて、県あるいは養豚協会等々関係者の皆さんにもですね、十分な今説明、さらには話し合いも特に、長野県はご要望もございましたので、使用衛生管理基準を含めた今までの対策、それから今後取る対策等々の説明会を近いうちに開催をしていきたいと思っております。そしてまた、関東近県におきましてもですね、予防的な意味合いを含めてですね、申し上げましたような説明会も開催をする予定でございます。
そして、三重県、新たに出た三重県でありますけれども、ここも含めてですね、県との十分な連携を取りながら、今まで取ってきた対策、今後取るべき対策、県の要望も踏まえながら、医療協会ももちろんなりますけど、徹底的にですね、できることは徹底して何でもやるというような気持ちを持ちながら、対応も出して、していきたいというためです。ありがとうございます。それでもう一件なんですけども、発生県が3県に広がったことを踏まえてですね、その素人へのワクチン接種について改めて現時点ではどう考えますか。素人へのワクチン接種につきましてはですね、まあ、これまでもいろいろと申し上げてまいりましたけれども、非正常国と見なされないということが最も大切であろうかと思います。でその場合ですね、このワクチンを接種ということになりますと、例えばですね、岐阜県であれば岐阜県内でこの出荷をしていただく、他の県には立ち行きには出荷ができない、それでワクチンということになるのがいいのかどうなのかということも含めてですね、いろいろと今県と与党協会も含めて話し合い相談もしていると、取っていただいて結構だと思います。ただしこれはですね、 OIE の基準から今私がお話を申し上げたのでございまして、 OIE の基準からいきますとですね、その県内で出荷ワクチン接種等に関してはその県内で出荷をしてほしいということ、それ以外は正常国とは見なされないということになってきますので、非常にセンシティブなところもございますので、これはやはり慎重にですね、いろいろな方々の意見を聞きながらやっていかなければならないかなと思っておりまして、まだこのワクチンの接種を決めたわけではありません。いろいろな課題が、ありがとうございます。はい。自立支援のコンプレラの関係で、まあ、早期出荷っていうものをまあやるっていうことを、まあ、従前から、決めてたわけですけど、なかなかこれ実行に移されない、まあ、遅れているような背景みたいなところがあれば教えていただけますけど、確かに早期出荷を決めてからですね、時間が経ってますのでかなり遅れているのではないかという、そういうふうにとらわれがちであります。例えば愛知県におきましては、定例会において補正予算というものを作っていただきました。地元負担というものもございますので、そういったことを含めてですね、まもなく8月には早期出荷の段取りがついております。でさらには岐阜県でありますけれども、ここも4の条が早期出荷を希望いたしておりますけれども、この4の条に対してですね、実施の団体といいますか、主体となる実施主体がきちんと決めていただかないと早期出荷ということができません。でそういった手続きがまだ残念ながら岐阜から上がってきてはおりませんけれども、岐阜も知事をはじめですね、早期出荷を早くやろうということをお決めをいただいたということでもありますから、まもなく早期出荷ができるんじゃないかと思って、1日等々がまだ確定的ではありませんけれども、8月上旬と見ていいのではないかと思います。決まりましたら皆様にはしっかりと担当の方から報告をさせていただきます。確認なんですけど、これその実施団体の養豚協会みたいな、そういうところになっているみたいな、まあ、言ってみればそういうことだと思います。詳しくはまた担当の方から報告させます。はい、NHK の柴田と申します。米の先物取引なんですけれども、大阪の堂島商品取引所がですね、本醸造から試験醸造へ申請を切り替えることを決めたんですが、それについての受け止めと、改めてですけれども、なぜ本醸造のですね、基準を満たしていると、満たしていないと判断したのか、改めてご説明をお願いいたします。
本日ですね、大阪堂島商品取引所が臨時総会を開催をして、米先物の本上場申請を取り下げるとともに、試験上場の申請を行う旨を決議したことは、承知をいたしております。で今後、試験上場に関わる申請内容を十分に精査をしなければなりませんけれども、その上で、上場期限である8月7日までに商品先物取引法に基づき適切に判断をしてまいりたいと思います。なぜかということでありますけれども、前回も申し上げていたかもしれませんけれども、この、商品先物取引法に基づいて判断をしていく必要がありますのでですね、これはですね、この先物取引を公正かつ円滑に進めるために十分な取引量が見込まれることが大切なんですね。そしてさらに米の生産及び流通を円滑にするための必要かつ適当であることということが本上場の基準にもなっておりますので、その基準に達していなかったということになるのではないでしょうか。すみません、結果なんですけれども、試験上場についてのこれは個人前向きに受け止められているのかどうなのかというのは大臣の受け止めからでしょうか。それはまだ申請がですね、これを審査の前でございますので、私の方からはお答えは差し控えさせていただきたいと思います。何もございませんでしょうか。時間と同じようにさせていただきます。はい、どうぞ。の方が多いです。先週末に諫早湾観測事業の最高裁弁論が行われまして決心いたしましたが、大臣の受け止めを教えてください。はい、諫早ですね、26日にですね、7月の最高裁において、請求異議訴訟の弁論が開かれ、国は昨年7月の福岡高裁判決が国の請求を任用したのは正当である旨主張したところでもございます。なお判決日を追って指定されることに今まで承知もいたしております。引き続きこの諫早湾干拓事業をめぐる一連の訴訟についてはですね、関係省庁と連携して適切に対応してまいりたいと思います。これは係争中の訴訟に関わる事項でもございますので、具体的な対応についてお答えすることは私から差し控えさせていただきたいと思っております。弁護団が弁論の中で そもそも確定判決を守らないということについて、無法者だという強い主張で批判されているわけですが、それについての受け止めを教えてください。弁護団の言われることは、それは裁判の中での言われていることでもございますので、私はそのことにつきましてはですね、コメントは差し控えさせていただきます。